こんにちは、緑川です。今日はですね、予定外だったんですけど、外出しまして、帰りにね、ちょうど自粛中にビルごと休業になっていた、キャンドゥさんがあるんですけど、6月からね、オープンされてたみたいで、すごい、2ヶ月ぶりぐらいにね、行ったのかな。はい。そしたら、冷水筒はね、いろいろ出ていたので、買ってきてしまいました。買ってきてしまいましたね。はい。で、ご紹介していこうと思います。私、キャンドゥさんで、糸を買い出したのが今年なので、今までのね、過去の商品はほとんど知らないんですけど、こちらね、黄色とブルー系ですごい可愛いんですね。こういう段染めちょっと初めて見たなと思って。で、こちら4色選んで、他にもね、ブルー系とかね、ありました。他にもありましたが、こちらはね、ニューシルクインマーブルで、マーブル調の編み地とシルクが素敵、優しい肌触りで、ウェア、ショールにおすすめです。メイドインジャパンと書いてあるんですね。すごいですね。メイドインジャパンです。絵もかわいい。すごい絵もかわいいですよね。色もね、かわいいんですけどね。五松産業さんの糸になります。本当に、ね、肌触りがいいです。で、ここにね、書いてありますね。これは色番号が6。綿が73。シルク、絹 18%。レーヨンが 9%。20g で 67m、 かぎ針が3から5号になっています。で、見本のここの写真があるんですけど、メリヤサミでこんな感じになってますね。すごい可愛いですよね。なんかメリヤサミ風とかで編んだりとか、いろいろ中長編みで編んだらどうなるかなとかね、いろいろ想像してちょっとね、楽しいなと思って。こちらね、色番号が6番。ちょっとね、いいですよね。ブルーと黄色ってなんかちょっとパキッとしていていいなと思って買ってきました。それからこちらの色合いもちょっと私好みなんですね。水色とピンク系で、ピンク系もアイスピンクみたいな寒色寄りのピンクと、黄身がかかった桜じゃないコーラルみたいなピンク、それに薄い水色とブルーっていう感じで、こうなんかちょっとトリコロールにも似ていて、すごく可愛いなと思って、買ってきた中ではね、なんかこれがちょっとビビッときました。で、こちらもね、こんな感じです。で、この編み地もね、すごい可愛いですよね。ピンクがこう同系じゃないピンクが入っているところが面白いなと思いました。カラーは5番になっていますね。すごい可愛い。それからこれは本当にパステルっていう感じで、もう定番中の定番と言ってもいいような色合いですけど、大好きなんですね、こういう色。可愛い、すごい可愛いです。これまたね、白系の糸と引き揃えたらすごい可愛いんじゃないかなって思って買ってきました。見本の編み地もすごい可愛いです。で、こちら色番号が1番になっています。それからこのグリーンもね、ちょっと大人っぽいグリーンですよね。すごく素敵だなと思います。すごく編み地もこんな感じです。大人っぽい、ブルーとかネイビーと合わせてもいいし、黒と合わせてもいいし、濃いめのグレーとかも合うなと、はい、思いました。で、色ナンバーが3番です。はい。で、なんかそんなに在庫なかったんですけど、4個買えるのは4個とか、2個しかないのは2個とか、そんな感じだったんですけれども、全部可愛いので、はい、買ってきました。それからあとちょっとだけあるんですけど、こちらコットンホイップ、こちらは日系グループさんの糸ですね。オレンジ、ホイップじゃなくてウィップって書いてありました。失礼しました。コットンウィップ、オレンジウィップ、ニッケコットンウィップ、表情豊かな綿糸ポリ巻き毛糸と書いてありますね。綿が90でポリエステルが
かぎ針が4号から5号、 25g で 65m。 すごい黄色とオレンジ入ってて可愛いなと思って、あの黄色とオレンジのスズランテープ、あ違うな、オレンジかな、オレンジのスズランテープあるので、それとかと合わせたら可愛いのかなと思って、はい。でこれに合いそうな糸がちょっと変わったのがあって、これも日系グループさんのキャンディーレース、モナコオレンジ、モナコオレンジ、どうしてモナコなんでしょう。モナコにオレンジっていう印象はないですけど、モナコは行ったことあるんですけど、海がねすごい綺麗で、なんかあの海を囲むようにね街があってすごい素敵なんですけど、モナコオレンジ、何のオレンジなんだろう。そしてエンジェルニッティングヤーンキャンディーレース、きらびやかな発色の幅広レース、これね幅が広いリボン調になってるんですよ。可愛いですよね。これ巾着の紐にしてもねいいですよね。これもね他の色もありました。赤系っぽいのとかグレー系っぽいのとかあったんですけど、今回はねなんとなくこれと合うかなと思ったんで黄色だけ買ってきました。25g、 59m、ここにね、なんか注意書きがあって、黄色いところ見えますかね。当て布を使用してください。弱く絞ってください。当て布をしてくださいっていうのは、なんだろう、アイロンの時っていう意味なのかな。ちょっと主語がないので、何の時に当て布なんでしょうか。アイロンなのかな、やっぱり。ごめんなさい、よくわかりませんが、一応こういう注意書きがあったので、はい、お伝えしてみました。それから最後にこれもね初めて見た色だったので、これもコットンウィップ、あのこちらのね黄色の色違いです。かわいい、すごいかわいいんですよ。あのアイボリーに茶系とピンク系の濃淡なんですね。すっごいかわいいんですよ。なんかこれね2個しかなかったんです。これあったらもっと欲しかったんですけど、かわいいなと思って。でこれもエンジェルニティングヤンで、あこれねさっき言い忘れました、私こっち黄色が色番号が242番の色です。こっちは243番の色になりますね。でこれ 65m で2個だからね、あんまり大きいの作れないですよね。もうちょっとあったらねバッグとかに使えるんだけど、すごい可愛いなと思って、はい、買ってきてしまいました。あのお店がねビルごと全部オープンしていたのでね、人も結構いてちょっと活気が戻ってきてるなと感じました。自粛以来、私3月後半ぐらいから自主的に自粛してたんですけど、あのすごい久しぶりにね1時間電車に乗りました。で新宿とかもね通ったので、やっぱり新宿はね人が多かったですね、はい、多かったです。ただ私の場合はあの降りずに通過だったので良かったんですけれども、まあ、乗った電車はあのなんとなく自然にね皆さん一つ置きに座ってましたね、はい、2人連れの人はこうくっついて座るけど、1人の人は一つ置きって感じで座っていました、まあ、あの幸いね座って行き帰りできたので良かったんですけども、まあ、こうやってお店が開いてることもねありがたいなと思って帰ってきました。でもうちょっとね自分好みの糸が揃ったのでもうすっごい嬉しくてあの心の中ではねスキップして帰ってきましたけど、はい、またねあのこれをちょっとずつ作品にしていこうと思います。何か皆さんの参考になれば幸いです。それでは、それではじゃない、今日もご視聴くださりどうもありがとうございました。それではまた次の動画でお目にかかります。緑川でした。よりね糸をご覧いただければなと思ってちょっとね撮ってみています。こうやった方がよく見えますよね。私の説明よりねこの方が良かったかなと思います。こんな感じですね。
ちらのリボンっぽい、すごいね幅広のこういう感じです。可愛いですね、すごく。マナコオレンジ、こんな感じですね。からグリーン、こんな感じで、ね、こちらの糸はメイドインジャパンと書いてあります。贅沢な感じですね。はい、でこのピンク系パステル調、こんな感じです。それからこちらね、ちょっとトリコロール風な感じで、私の今回一番ビビッときた感じです。こちら最後、黄色とブルーもね、夏らしい色合いでいいなと思いました。はい、今日はこんな感じです。